います。まずは本日の開催誠におめでとうございます。どうもありがとうございました。新谷所長でございました。続きまして、東日本旅客鉄道株式会社芹沢東京駅副駅長、お願いいたします。皆さんこんばんは。今日この場に、皆様とご一緒にここにいられるということを大変光栄に思っております。ありがとうございます。また東京駅工事が続く中で、非常に皆さんにご迷惑をおかけしていること多々あると思いますけれども、本当に申し訳ございません。その中でも、丸の内側地上地下と大きな工事も行っておりますけれども、丸の内地下においては27日から一部店舗が開オープンするなど、徐々に開発は進んでおります。より多くのお客様にいらしていただいて、地域の発展の一翼を担うことができればと思っております。何よりも駅はどうあるべきかと考えたときには、やっぱり地域の皆様と共に生きることが大切だと思います。今後も皆様に愛される駅づくりを行っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。東京駅副駅長でございました。そして本日皆さんと一緒に打ち水を体験していただくために浴衣姿で駆けつけてくださいましたゲストの方をご紹介したいと思います。モデルとして活躍中のリーザさんです。どうぞステージにお越しください。風景っていうのをよく撮ってるんですけども、こんななんかガラッと今日は和な感じでとっても新鮮です。はい、今までは去年は丸の内の中通りに矢倉があったんですが、私はこの目の前行幸通りということで、東京駅の目の前に矢倉っていうのもね、本当になかなかないことですよね。はい、いつもね踊りたいです。ぜひこの後踊っていってください。はい、いつもは雑誌で OL さんだったり、まあ、通勤風景だったりというのを撮影されてると思います。今日丸の内の OL さんもたくさん来てくださってるんですね。本当に普段私たちは本当にここで働いてる皆さんを見本に撮影をしていただいていて、まあ、雑誌を作ってるんですけども、実際こうやってなんか皆さんにお会いできるとすごく嬉しいです。はい、私たちもいつも、ね、雑誌で拝見してるので、本物のリーザさんを拝見すると、やっぱり素敵だわ。感激してしまいました。今日こちらで盆踊りもありますが、リーザさんはどうですか、夏祭り、花火大会などはプライベートでお出かけになりますか？そうですね、盆踊りは私小さい頃も恥ずかしがり屋すぎて踊りたいのに踊れなかったっていう悔しい思い出があるので、ちょっと後でちょっと覗いてみたいなと思うんですけども、はい、屋台やキッチンカーも充実しますので、ぜひ楽しんでください。打ち水というのは経験ありますか？もちろん存在は知ってますけど、私はちょっとドイツ生まれなのでやったことがないんで、今日ちょっと初打ち水でございます。ぜひ今日体験していただいて、はい、また暑い時にお家のね前の道路でも、はい、ちょっとでも水をかけると違うというのを体験していただければと思います。はい、今日どうもありがとうございました。今日のリーダーさんに大きな拍手をお願いいたします。それでは
ではこれより打ち水の準備に入りたいと思います。登壇者の方々はスタッフの誘導でステージ前へ移動してスタンバイをお願いいたします。そして皆さんにご準備いただいている間に、本日ご登壇された方々以外でこの打ち水にご参列いただく方々をご紹介させていただきます。最初に環境省水大気環境局、高橋康夫局長です。続きまして三菱地所株式会社林総一郎専務執行役員続いて東京ステーションホテル総支配人藤崎仁様でございます。そしてこの打ち水プロジェクトでは毎年気象情報会社株式会社ウェザーニューズの協力により打ち水観測というプロジェクトを展開しております。これは同社が温度計による計測と人間の実感を組み合わせて数値化する観測値による打ち水効果の検証方法です。スマートフォンをお持ちの方はぜひ打ち水実施後にウェザーニュースのアプリをご確認いただき、このプロジェクトへもご参加ください。本日はウェザーニュースのキャスター藤岡茜さん、そして高山奈々さんにもご参加いただきます。また使用するお水は東京国際フォーラム様よりご提供いただきました中水になります。普段は植林などに散水として使用しており、施設の飲食店内の厨房排水や雨の水雨水をためたものをろ過処理したお水になります。本日は株式会社ウェルシー様のご協力により、その中水をさらにろ過作業していただいたお水を皆様へご提供しております。それでは準備できたでしょうか。ここでステージの前にお並びの方々には打ち水の練習としまして、プレスのカメラ向けにちょっとですね、打ち水のポーズをしていただきたいと思います。打ち水の振りですので、実際にお水は入れずにちょっとOKと秘釈をお持ちいただきまして、フォトセッションといいますか、お水を入れずに打ち水のアクションをお願いしたいと思います。私がせーのと申し上げますので、皆さん一斉にそれと言いながら打ち水のポーズお願いいたします。それでは大手町丸の内有楽町打ち水プロジェクト2016、せーの、それそれということで、カメラマンの皆さんよろしいでしょうか。本番もありますので、それでは続けて本番になりますので、今度はお水で尺に入れてお待ちください。そして会場の皆様と一緒に打ち水させていただきますので、皆様桶と柄をご準備ください。